通してロッツインタテンはい、ともてです。はい、今回はソフトバンクオフさんなんですけどね。まあ、ついに一番恐れていた千葉ロッテさんにね、3タテをされてしまいました。なんでこうなるのよ。まあ、ホークスの先発が、まあ、武田翔太さんだったんですけれども、まあ、5回失点とね、まあ、イニングがもうちょっと食ってほしかったかなっていうところはあるんですけれども、大崩れすることもなく試合を作ってくださいました武田翔太さん、ありがとうございます。お疲れ様です。ナイスピッチでした。ですがね、武田翔太さんね、1本だけホームラン打たれちゃって、ソロホームラン、その1点をねずっとホークス打線返せずにいたんですが、まあ7回ね、やっとの思いで中村晃さんのね内野ゴロの間に展開して、やっと同点にしたと思ったら、その裏すぐ勝ち越されました。一挙3失点でございます。それで、ね、まあ4対1であって、まあ、その後まあホークス抵抗を見せたんですが、まあ俗に言う追いつかない程度の反撃、まあ、2点取って4対3でそのまま敗北してしまいました。もうなんでこうなるかな、マジで。2日前にどうやったらロッテに勝てるんですかっていう動画上げた時はまだ6勝13敗だったのに、もうわずか2日でね6勝15敗になっちゃいました。マジでやだ、本当に。もうちょっと前までね、あとちょっとでマジック点灯だわーいとかってね喜んでたらね、このざまですよ。本当に野球ってどうなるか分かりませんね。幸い今日はね、楽天さんがちょっと西武さんをフルボッコにしてくれたのが、まあ攻めたものを救いですかね。ゲーム差縮まらなかったんでね、まあ、とはいえこんな調子じゃガチで優勝も危ういぐらいなんで、まあ明後日から始まるねオリックスさんとの試合はもう是が非でも勝ってもらわないといけませんね。まあそのためにもね、皆さんで一緒にまたホークス信じて、優勝前の最後の試練だと信じて応援頑張っていきましょう。これで来週の観戦ライブの予定なんですけれども、まあ来週もねちょっとバイトやら予定やらがいっぱい詰まってまして、来週の日曜日は確実にできると思うんですけれども、これ以外がねちょっとできるかどうかわからないって感じなんですよね。まあ来週もし急遽観戦ライブできるよって日があれば、まあ Twitter でまたお知らせするんでよろしくお願いします。まあ観戦ライブしない日もね、この動画みたいな感じでテレビ動画上げれる時は上げたいと思うんでね、もしよかったらそっちを楽しんでいただければなと思います。それでは皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。ホークスの優勝を信じて、ホークス最高。